バット忍者さん、拙者の過去を見に来たのか。血も涙も情けもない過去を前にしたら意識を失ってしまうかもしれない。万全の準備をしてくれ。任侠とは何だ。いかにすれば任侠になれる。テンプか、血筋か、伝承か、それとも忍びソウルが必要なのか。どれも違う。大海のように広い銀河任界には星の数ほどの忍者がいるが、任侠は稀有な存在なのだ。今任侠の伝説絵巻が開かれる。両乱任侠の過去物語を見るときは全力で理性を保ってくれ。解放申請。権限が不足しています。パスワードを入力してください。比寿君、この程度どうということはない。これはランハの声。過去のランハか。リン、ピョ、トウ、シャ、ハン。正しいパスワードを確認しました。生体遺伝子編集終了。扉を開きます。お猿屋の封印、この程度か。たとえ蛇術によって感覚が遮断されていたとしても、ここで繰り広げられている悪事は手に取るようにわかる。実に憎らしく嘆かわしい。俺、記憶の中のランハになったのか。ってことはここが忍びの都。想像と全然違うな。これで試練は終わり。戻ってマスターに一見して修行を続けよう。恐ろしい、実に恐ろしい光景だった。人間が標本のように透明な水牢に並べられ、蛇術に苦しめられていた。これは末法世界の一側面に過ぎない。願いまし。運試しと行こう。マスター・クチャ、比寿を解いたぞ。な、まだ2システム時間しか経っておらんではないか。マスター・クチャ、今の拙者は忍徒と言えるだろうか。もちろん。忍道に入って間もない娘よ。お主の決意を認めよう。今日からお主は両乱忍法を継ぐものじゃ。マスター、心より感謝する。見よ、この陰に覆われた町、罪にまみれた土地。やがて苦難と憎悪を育み、同時に悲しみまでも育み、すべての希望を飲み込み、渦巻く血類の大波。無常で無常、無類で無類。お猿忍者の聖者、蛇術の産物、百姓は絶望、野放し邪水に苦しめられし世界。それらは天下の怒りに至り、お主が任侠の意志を継ぎ、忍者の罪を清算してくれ。忍びの都の長き夜に終止符を打つのじゃ。お主の手で取り戻せ。
百姓たちの平和な暮らしを。全力で修行に励み、いつかマスターの言う両乱人教になってみせよ。お主のその覚悟に感服するぞ。だが、お主には忍者と戦うために忍者としての名前が必要なのじゃ。名前？ AKA3 は名前だろうか。それはわしにもわからん。名前とは理想を乗せ、信念を刻み、運命を示すもの。お主だけの人号なのじゃ。だからこそお主自身で決めなければならない。では乱波で一心不乱に邪道を破り正道を示す、このマスターの最初の教えを名前にしたい。よかろう。ではどうも、はじめまして、両乱人と AKA 乱波さん。これより忍者になるための修行を始める。ついてこられるか。無論、忍者に痛みはつきもの、絶対に逃げたりはしない。邪水か。だがこれはお猿忍者さんを憎み、マスタークチャの門下に入った両乱邪水だ。三号、薬を飲むのだ。多量の忍びパワーが含まれているという闇の秘薬、服用すればとてつもない苦しみを味わうことになる。しかし忍教になるにはこれを毎日服用しなければならない。そうして体内に忍びパワーコスモを築き、心身を鍛えるのだ。恐れるな。忍教たるもの、恐怖を抱いてはならない。忍びの都のために。この激痛は乱波が実際に味わったものなのか。この苦行を3000日耐え抜けば、拙者も忍教のように屈強な体を手に入れられる。彼女は愛戴監修同館の主であり、我ら両乱衆の後ろ盾でもある。彼女は鳴神大観で忍者の潜在能力を目覚めさせ、雷遁忍法で知恵を授け悟りを開かせる。それにより忍者の体は忍びセンスを有することができるのだ。三号、出力を上げるぞ。耐えてみせろ。研究所の未来はお前にかかっているのだから。そうだ、忍びの都の未来は両乱人教によって切り開かれる。拙者は約束を果たさなければ。人教になるために。これはいくらなんでもひどすぎるだろう。この苦行を3000日耐え抜けば、拙者も忍教のように並々ならぬ神通力を行使できるようになる。この邪水たちはお猿屋の反演習だ。日々拙者と腕比べをして
忍び空手の腕を磨いていた。三号ストレス軽減反応能力育成訓練レベル4、下級の戦闘モンキーとの戦闘。あの邪水たちに勝てたことはない。なぜなら拙者はまだ一階の忍徒に過ぎないからだ。だが両乱忍教を目指していながら数匹の邪水すら倒せない。その程度のものがどうしてお猿忍者さんを倒せるというのだ。戦おう。夜明けにカラスが鳴き始めるまで戦おう。引いてはならない。忍教は決して引いたりしない。忍者を倒すため狩りを始めよう。リシュはいらないと。火力が足りない。サイは投げ、すべてを失うか、はたまた手に入れるか、気をつけて。最悪の誓い。お別れの。あ。お褒めに預かり、せっかくですからぜひ召し上がってください。礼儀がなってない。かいだ。動かない方がいいです。発覚を。あんまだと思えば。協調よ。三号訓練レベル4通過。評価アップ。銀河忍法帳には忍道は長い、故に苦難をスケートボードにして進むことと書かれている。この苦行を三千日耐え抜けば、拙者も忍教のように無敵の力を手に入れられる。これはマスター・クチャと相対監修。三号にミームウイルスを使う。これは実験の役に立つのか。よく聞こえる。拙者の忍びリスンパワーは忍者のささやきまで聞こえるようになったのか。これはめでたい。ホモハビリス22、わしらは三号の精神体制を高める必要がある。回りくどいことを。お前はただ彼女の苦しむ姿が見たくないだけだろ。な、彼女が今後の実験に耐えられるとは限らん。だがミームウイルスによる認知干渉を行えば彼女の精神を安定させられる。実験も順調に進むじゃろう。わかった。だが個人的な感情は捨てた方がいい。お前がサンゴを野放しにしているから研究モンキーたちが不満を垂れている。彼女はたった2システム時間で改造倉庫のパスワードを解除した。ゴリラのように檻に閉じ込めておくわけにもいかんじゃろう。マスター、悩む必要はない。ただの身体的苦痛ごときで拙者の忍びソウルをくじくことなどできないのだから。願いまし。刮目して待とう。
情報寄縮度 74%、 意識アンカーポイントロックオン。まもなくミームの焼き付けが始まる。ランハ、準備は良いか。忍者がお主に施した邪術がついに解かれるぞ。時間だ、早く離れよう。さもなければ我らも影響を受けてしまう。見えるぞ。臨海にこれほど立派な都があったとは。よかった、うまくいったようじゃな。そういえばなぜ忍者なんだ。銀河忍法庁。それは一体。弱き者を守るため、零落した忍びの都を救うため、正義の任侠が世の忍者を狩るという内容の漫画じゃ。巡回レンジャーを避けるために研究所を閉鎖してからというもの、わしの集めた漫画が彼女の唯一の娯楽じゃった。なるほど、三号の言動がおかしい理由はそれか。はあ、彼女に無駄な知識を与えないよう注意した方がいい。知恵の道は一つしかない。それ以外の道を歩んだところで進歩の妨げになるだけだ。特に必要がないのは凡庸な善悪感だな。巡回レンジャーがもたらすトラブルにはもう懲りたんじゃないのか。そのように視野が狭くては一生博士の目を引くことはできないだろう。な、どうじゃろうな。そもそも博士はわしらのような凡人のことなど気にしておるのじゃろうか。三号をホモハビリス22に引き渡す？なぜじゃ。決まっているだろう。お前は卒業できないからだ。ホモハビリス22の報告によれば、お前は実験を間違った方向に導こうとしているそうだな。待て、彼女に直接話を聞きたい。第17研究室の代表として皆さんに私どもの理念を伝えることができて光栄です。皆さんが目にしたように、今の宇宙は捨てられた一箱のバナナのようです。腐っていく世界を救うために人類は退化しなければなりません。退化してさらに退化する。そうすることで文明に再び無限の可能性を与え、知恵の栄光を取り戻すのです。こうした偉業は凡人の夢を薪にしなければなりませんが、世間の厳しい叱責を恐れることはありません。薪になれることは幸せなのです。朽木は燃えている時にこそその進化を発揮するのですから。人も物もそれぞれの役割を果たすべきなのです。皆さん、実験中の猿たちにこの幸せを理解してもらい、彼らと共に幸福の中で燃えましょう。燃えろ燃えろ燃えろ。ホモハビリス22、これは一体どういうことじゃ。私はすでに卒業した。これからは猿22と呼ぶがいい。なぜという顔をしているな。あれは人類退化実験で選別した遺伝子を使い、研究所が全力を挙げて培養した新人類だ。しかしお前は彼女を狂人にした。故に研究モンキーは今後は私に飼育を主導させることを決めたのだ。誰が主導するかはどうでもいい。だが実験を続けてはならん。彼女が壊れてしまう。それなら心配するな。すでに4号を培養している。
何か問題が起きた時は新しいものを補充すればいい。彼女は小さな頃からわしが育て上げた子じゃぞ。お主には道徳心というものがないのか。道徳？私に道徳を説くつもりか。バッカス2の道徳は全ての家庭の次男をナヌークの供物にすること。天魔星間公国の道徳は二足歩行の生物が四足歩行の生物の奴隷になること。そしてカパカラ星では青い目を持つ者が外に出ないことが道徳とされていた。道徳は人々の知性を縛り、それらの世界に終わりをもたらした。ゆえに原始博士はその三つの世界を人類耐火実験のターゲットにしたのだ。我らの犠牲は凡俗な者のためではなく、人類に幸福を与え、宇宙を進化させ、博士を満足させる未来のためにあるのだ。あ、相対監修、なぜ銀河忍法帳を破いているのだ。認知の隔離はミームウイルスを消滅させるための第一歩だからだ。お前の天才にも匹敵するほどの知能はこのゴミによって破壊された。分かったなら自分の手で破り捨てろ。これは両乱人教の秘宝。そんなことできるはずがないだろう。変だな、お前はずっと従順だったではないか。ホモハビリス7号の言うことは聞いていたのに、なぜ私の言うことは聞けない。硬い筋肉だな、まるで岩を叩いたようだ。空手、なぜ空手を。早くこのゴミを破り捨てろ。お前がうまくやれば私とホモハビリス7号は恩恵を受けられる。あいつを失望させたくはないだろう。マスタークちゃん、分かったぞ。これはきっとマスタークちゃんの試練だ。拙者の忍び断捨離の心を試そうとしているのだな。相対監視とマスタークチャ。ホモハビリス2に彼女を処分することは許さん。3号も失敗作だった。彼女は収容室に押し入り、混乱を引き起こした挙句、研究モンキーに対して無礼な態度を取った。これだけでも十分不合格の理由になる。あれはただの事故であったとお主も分かっておるだろう。私は研究モンキーであってバナシではない。あんな風に彼女を育てたのはお前だ。研究室もその責任を追及するだろうな。この マスタークちゃん、拙者は間違っていたのだろうか。そんなことはない、ランハ。お主はよくやっておる。真の任教はひたすらに己の忍道を貫くものじゃ。お主は忍者の陰謀をくじき、罪なき人々を救った。すでに真の忍びと言えよう。拙者は本当に真の忍者になれたのだろうか。ああ、もちろんだとも。忍と乱派よ。は弟子入りして早5年、お主は苦行に耐え試練を乗り越え、あらゆる忍法に精通するまでに至った。今日ここに両乱忍者の名を与えよう。これからお主は忍者を討伐する先兵となり、
忍びの都を牽引していくのじゃ。ありがたき幸せ、心より感謝する、マスタークちゃん。この巻物を持っていけ。これには両蘭忍法の奥義が記されておる。その奥義は邪水が恐れる異彩を放ち、忍者の陣をことごとく破ることができるのじゃ。これを忍びの都に振りまき、インクの色彩ではびこる闇を払い、罪と悪に抗う旗を掲げよ。しかし何を書けば。それはわしにもわからん。お主はただ心の中に思い描く絵を表現すればいい。それがお主だけの忍法となるのじゃ。つまり何を描くかはお主自身が決めなければならん。わかった。ここが陣の目がある場所か。マスターによれば両蘭忍法は忍者の陣を遮断することができるらしいが、蜜樹を注いだ異彩で陣の目の蜜樹を覆う、なんと奇妙な忍びサイエンスだろうか。両蘭忍符開。よし、これで忍者の陣は破られた。ホモハビリス75、これはどういうことだ。研究所が電子落書きまみれてセキュリティシステムもダウンしているではないか。わからんが、おそらくハッカーにでも侵入されたのじゃろう。すぐに対処する。急げ、すぐに手を打たなければレンジャーが来るぞ。マスタークちゃん、両蘭忍符の配置は終わったぞ。よくやった両蘭忍者。これで忍者の陣はわしらの通信忍術を制限できなくなった。おいレンジャー、このバカバカしい茶番を早く終わらせてくれ。やめろ、ホモハビリス75、何をしている。ホモハビリス22、実験対象を騙し、学術仲間を騙し、挙句研究モンキーまで騙すとは。第17研究室の最大の過ちはお前のような詐欺師を入れてしまったことだ。相対監修、何を言っているのだ。ランハ、彼女は忍者の部下なのじゃよ。何だと、相対監修が裏切り者。もういい、戦闘モンキーども、こいつらを始末しろ。両蘭忍者、今日の試練は裏切り者を倒すことに変更じゃ。承知、先ほど習得した両蘭忍法、今ここでマスターにお見せしよう。せっかくですから、ぜひ召し上がってください。記憶の皆、そこで深淵を迎えよ。美酒はいらん、火力が足りない。最悪の誓い。もうじゃ再臨。腰が。後手に回ってみましょうか。発覚を。お褒めにはせっかくですから、ぜひ召し上がってください。
まんまだと思えば。厄介を避け。ありがとう、手を煩わせましたね。協調よ。償ってもらうわ。記憶は皆そこで深淵を迎えよ。当たりだ。火に油を注ぐ火力が足りない。なぜだ、この戦闘モンキーたちは。研究モンキーが手塩にかけて育て上げた戦士。日夜苦行に励んだ甲斐があったというもの。これが両乱空手だ。見ろ、これがお主らの言う失敗作じゃ。この実験はわしらが共に行ったもの。わしらが乱波をここまで育て上げた。彼女は卓越した知性、優れた知覚、強大な力を持っておる。教えてほしいものじゃのう。彼女のどこが失敗作なのか。博士の理論を疑うなど言語道断。研究モンキーたちにはきっと彼らなりの考えがあるのだ。もうすぐセキュリティシステムが復旧する。原始博士の怒りを受けるがいい。身の程をわきまえない巻きどもめ。お主は間違っておる。原始博士はわしらのような凡人など気にかけん。ランハ、試練は終わった。行くがいい。しかしマスター・クちゃん。ランハ、行け。わかった。お前、武器を隠していたのか。一体何を。ホモ・ハビリス・ニーニー、お主のおかげでわしは気づくことができた。道徳は確かに偽善的で浅はかなものであると。故にわしは道徳を捨てることにした。待て、銃を下ろせ。私たちはずっと共に歩んできた仲間ではないか。そんなことをすれば。相対監修、時勢の句を読むがいい。これは因果応報である。警告、 C11 通路に非少人人員が出現。保安モンキーは防御システムを起動してください。忍者はここに陣を敷くつもりだ。マスターに渡された忍びサイエンスで間もなく到着する任侠のために道を切り開こう。警告、 C11 通路の防衛システムに故障の疑いあり。警告、通路の防衛システムに大規模障害発。警告、 C11 通路の防衛システムダウン。 C11 通路の。忍びの都の外の空気はこんな匂いだったのか。おい、大丈夫か。初めて見る顔でな。お主は巡回レンジャーだ。救援信号をキャッチした。原始博士一派の縄張りを突き止めるのはジャングルでたった一本のバナナを見つけるより難しい。任侠では、拙者の試練は終わったということか。試練、何を言ったこと。ああ、また猿に狂わされたかわいそうなガキか。最終試練、末法の日にお猿屋の陣を破り、この地を覆う災厄を退けることだ。拙者は任侠を名乗れるだろうか。マジか、全部お前一人でやったのか。10年に及ぶ苦行の末、
一夜にして称号を得ることになるとは。拙者は両乱忍法を無駄にはしなかった。マスター区長、この瞬間を見せられたらどんなに良かったか。なるほどな、このガキはミームウイルスに感染してんのか。普通の人間ならとっになってんのに、なんでこいつはこんなに元気なんだ。私の話を聞け。今のお前は危険な状態にある。早く治療を受けないと脳みそが爆発するぞ。待ってくれ、拙者も今や忍者に対抗できる人気を、お主の助立ちをさせてはもらえないだろうか。ふざけやがって、死んだら復讐はできない。ガキ、お前は遵守の道を歩みたいのか。一旦足を踏み入れたら後戻りはできないぞ。構わない、拙者は止まることなく全ての悪を払ってみせる。たとえ矢が鶴にかかり永遠に戻らないとしても、一心不乱に邪道を破り正道を示す人道を貫く者だけが人侠になれる。拙者はもう決めたのだ。カット。素晴らしい、実に素晴らしい。ビッグスター君、君はいつか私のような偉大な監督になるだろう。この記憶ならより強烈な印象を与えるクライマックスを演出できる。だがその前に、あちら側もクライマックスのための前奏曲を奏でる準備ができたようだ。お兄は大丈夫、もう問題ないわ。おお、そいつはよかった。ただ何度も言ってるが、俺の頭が平気かどうか確かめる必要はねえ。だってあんたが悪いことした理由を考えないと。精神状態がおかしかったっていうのは理由になるかな。え？どういう意味だ？そんなに悲観的になる必要はないわ。それにしても敵の本当の目的がドリームリーフだったなんて。二人がバナーネブで体験したことが何よりの証拠ね。あなたたちのおかげで陰謀は一時的にだけれど阻止できた。だが状況は依然として厳しいものだ。すまない、実は悪い知らせがあるんだ。いい知らせもあるよね。残念だがいい知らせはないな。そっか、じゃあ最悪の知らせがないだけマシって思うことにする。変化は今も続いている。ドリームリーフの猿の数がどんどん増えてるんだ。あの猿は十中八九ここに住んでいた人たちだろう。私が感じ取った通りね。ドリームリーフを覆う雑音はまだ消えていないわ。ああ、誘惑と言うべきか誘導と言うべきか、あの雑音は人々の心の隙間に入り込んだ。信用できるハウンドにバナシスタントを見つけ次第排除するよう頼んだのだけど、焼け石に水かもしれないわね。ミカさん、ここにいるメンバーの中でドリームリーフに一番詳しいのはあなたよ。何か案はないかしら。時間がないから単刀直入に言わせてもらう。ドリームリーフではバナシスタントたちが密かに活動を続けている。猿になっていない住民を見つけては深淵に引きずり込んでいるんだ。二人が手を貸してくれればきっともっと時間が稼げるだろう。そしてロビンさん、あんたこそこの危機を乗り越えるためのキーパーソンになるかもしれない。だが
あんたに助けを求めるということは、最悪ドリームリーフとファミリーの境界線がなくなってしまうことを意味する。この先のドリームリーフがどうなるのか、正直確かなビジョンが欲しい。なるほど、わかったわ。それじゃあブートヒルさんと美月さんは行動を開始してちょうだい。二人の行動が終わる前にこちらも決断を下すわ。お褒めに預かり、せっかくですから、ぜひ召し上がってください。あんたらと話すことはね。引き金を引かねえなら、しやがれ！火力が足りない。お褒めに預かり光栄です。せっかくですから、ぜひ召し上がってください。体は投げられた。全てを失うか、はたまた手に入れるか。遠慮すんな、おごりだ。かかってきやがれ。発覚を。お褒めに預かり、せっかくですから、ぜひ召し上がってください。決闘だ。時間だ。いいど。亡者再臨。当たりだ。動かない方がいいですよ。火力が足りない。あんたらと話すことは、引き金を引かねえならやがれ。ご褒美だ。美月さん、よかった。モンタナはまだ変化してないんだね。ほら、あいつらって全然。終わってないんだけど。モンタナを放っておくわけには。ブートヒル、後で合流しよう。あ、別に逃げるわけじゃないからね。言われなくてもあんたが逃げるなんて思ってねえよ、七死人のジョーちゃん。に会えるとは嬉しい限りだ。そうでなければこのシーンがあまりにも単調になってしまう。この登場の仕方は少しわざとらしい気もするが、時間は有限だからな。オープニングくらい少しわざとらしくしてもいいだろう。あんたロビンの仲間か。いや、ちげえな。メモキーパーか。おや、なかなか鋭いではないか。だが私の身分などどうでもいい。こうして君たちの前に現れたのは、映画の美学に対するこだわりからに過ぎない。ホーリーベイビー、何言ってやがる。ここから離れろって忠告してやろうかと思ったが、意味不明なことを言うやつは別に猿になっても構わねえ。静かになっていいからね。何の伏線もなかった私の登場は君にとっていささか唐突なものだったろう。
普段であればこのような雑なプロットを受け入れることはないのだが、この映画のために私はこだわりを捨て、二人のレンジャーに小さな手がかりを与えることにしたのだ。ああ、ランハに言われてきたのか。道理であいつみてえな回りくどい喋り方をするわけだ。ドリームリーフを救う手段が一つある。ファミリーが介入すればここの異変を解決するのは決して難しいことではない。だがこれは誰もが受け入れられる方法ではないだろう。あんた、ここの連中のことを見くびってるな。ここにいる奴らが外の美しい夢を捨てたのは自分を取り戻そうとしたからだ。そんな奴らがトラブルごときでファミリーに頭を下げると思うか。ミカ君もそう思っていたようだが、情熱だけでドリームリーフは救えない。今この瞬間も私は悲劇を取りたいとは思っていないのだ。この困難も乗り越えたい。だがファミリーの支援は受けたくないとくれば、ドリームリーフの人々は自分たちだけの調和の歌を歌うしかない。その歌のために私は来たのだよ。諸君には贈り物を用意した。次のシーンの大筋をな。時が来ればおのずと何のことかわかるだろう。何を根拠にあんたの話を信じろってんだ。この映画の中で私は監督であり演者でもある。自分がクランクアップする直前のシーンで完璧を追求しないわけがないだろう。あのキューティーが小細工してねえわけがねえよな。そんじゃ何が入ってんのか見てみようじゃねえか。これは大したもんだぜ。ドリームリーフの奴らに調和の歌を歌わせるには確かにこれよりいい方法はねえ。さてそろそろビッグスターに会いに行かねえとな。ホーリーベイビー、この場所はファミリーの助けが必要なほど落ちぶれちゃいねえ。最善を尽くしてみる。待て待て、今何の話してたんだ。あ、ブートヒルさん、外の状況は。ええ、ひでえもんだったぜ。ああいう光景は何度も見てきたが、やっぱ気分のいいもんじゃねえな。他に方法はないのか。なんだ兄弟、まさか俺もファミリーへの挨拶の仕方を覚えなきゃなんねえのか。その逆だ。ドリームリーフでそんなことは絶対に起こらない。所詮俺はただの守護者でドリームリーフのリーダーじゃないからな。住民たちの選択をどうこうする権利はないんだ。選択？あんた連中が自分から望んで猿になったと思ってんのか。いや、自分のあり方を追い求めてここに来た人たちが自我を消して幸せになることを望んでいるとはとてもじゃないが考えられない。仮に住民たちが自分の意思で破滅に向かうのなら
それを止めるつもりはない。だがそれは彼らが正しい選択を下せる状態にあることが前提になる。そうこなくっちゃな。もし本当に猿になることを望んでいるなら、それも一つの選択だ。その意思を否定したりはしない。ただロビンさんなら、彼らに再び正しい選択をする機会を与えることができると思うんだ。ファミリーに気づかれないようにこの危機を打開する方法は確かにあるわ。調和の調律は雑音を消すことができる。住民たちが私に合わせて歌ってくれれば、ドリームリーフに鳴り響いている邪悪な曲を打ち消せるかもしれない。ただ一部の人たちのファミリーに対する先入観を考えると簡単なことではないわね。さらに重要なのは、ドリームリーフにファミリーの声だけが残った場合だな。この困難を乗り越えられたとしても、ピノコニー最後の自由の地はその名だけを残して滅んでしまうだろう。それなら全部の音を一気に鳴らせばいいじゃねえか。聞け、俺にいい案がある。ついてこいビッグスター。こっからはあんたが道を踏み外せるかどうかにかかってんぜ。見ろビッグスター、ドリームリーフで合唱大会を開くにはこの方法しかねえ。これは詳しい説明はするまでもねえだろ。それともいつもお高く止まってるあんたにはこんなもん使いこなせねえか。そんなことない。音楽に関することなら何だって多少はできるわ。正直これは少し無茶な要求だと思うけれど、はあ、でも無茶苦茶な危機には無茶苦茶な方法で立ち向かうべきなのかもしれないわね。それでいい。必要な奴らは俺が絶対見つけてきてやっからよ。ダンスで世界を救った奴もいれば、泣いただけで相手を倒した奴もいる。今度は俺らの番だ。気球存亡の時、一緒にド派手なパーティーを開こうぜ。よう、兄ちゃん震えてんじゃねえか。まだ飲み足りねえのか。おい、そこのカウボーイ、人を冷やかす暇があるなら手を貸してくれ。お、ちょうどいいな。俺も手を貸そうと思ってきたんだ。今から言う場所に行ってみろ。面白いもんが見れるぜ。これは俺の持論だが、人間ってのは賢くある必要はねえんだ。ダンスホールで一曲踊ってる間に問題が解決してたなんてこともあるからね。カウボーイ、あの時のまさかロビンさん。みんなついてきて。彼の言うことは信じられるわ。モネラ、急にどうしたんだ。まあいいか、狂っちまったのはお前だけじゃない。どうせなら言われた場所に行ってみよう。おい、ぼーっとしてる場合じゃねえぞ。今あっちでパーティーやってんだ。相当弾けるやつだぜ。興味ねえか。話はミカから聞いてる。ファミリーのハーモニーに加われ。クソくらいだ。俺の喋り方を真似てんのか。そっちがその気なら俺にも考えがある。バカバカしいと思う気持ちもわかるが、とにかく行ってみろ。パーティーであんたらの縄張りを取り戻すか、自分たちのためにレクイエムでも演奏してもらえ。お前、
チンピラを見るのは初めてか。俺はミカとは違え、マジで撃たれないと思ってんなら、その考えを改めた方がいいぜ。どういうことだ。猿になってない奴の王が狂ってやがる。お前の言う通りにする。だから銃を下ろせ。お、誰が来たかと思えば。あ、ずっと探してたんだよ。どうだかな。まあそれはいいとして、うちと別れてからバナシスタントを倒した分の功績半分ちょうだい。いいぜ、半分やるよ。って、ちっとも減ってないじゃん。早く行こう、急がないと。その必要はねえよ。別の方法を思いついたからな。つうか、そっちはどうなんだ。用事は済んだのか。私もできるだけ手伝うわ。おいおい、これどういうことだ。こいつのバナシスタントをやったのか。美月さんが教えてくれたの。そもそも私はバナシスタントの影響を受けてない。原因は他にあるんだって。モンタナは何も悪くないよ。あいつら何もかも捨てた方がいいとか言ってるけど、実際はみんなを猿に変えないと相手をコントロールできなかっただけなんだから。あいつらの人を惑わす言葉がどんだけ理にかなっていようが、弾丸には勝てっこねえじゃん。ま、とにかく用がないならついてこい。いい場所に連れてってやる。わあ、なんか賑やかだね。今の時代、合唱するっつったところで集まるやつなんかいねえが、パーティーっていや、我先にと集まるもんだね。え、パーティー？ブートヒルさん、戻ったのね。実はミカさんにたくさん助けてもらったの。ここにいる人たちのほとんどは私のことを信じてない。まして調和の力なんてもっと信じていないわ。でも彼らはミカさんのことを信じているから。俺のことを信じているというより、ただここを諦めたくないんだろう。みんなやる気はあるようだ。ファミリーに頼る以外の方法で困難を乗り越えるのはドリームリーフにとって初めてのことだからな。で、一体ここで何するつもりなの？言っても信じられないかもしれない。こんなやり方を認めるなんて、正直俺自身もどうかしてると思ってる。何ビビってやがる。俺は定期的に狂ったことをしねえと余計に狂っちまうんだ。ほら、始めようぜ。クライマックスになったら俺が全員に一杯おごってやる。ここにいんのはみんないいやつだからな。先にお礼を言わせてくれ。ありがとう、ブートヒル。ただジェシーさんの代わりに伝えないといけないことがある。この前の7杯分のツケまだ支払ってないだろ。だがまあ今回はあんたに助けられたからな。その支払いは俺が持とう。今までいろんなイベントを開いてきたけれど、今回は特に特別だわ。本当にうまくいくかしら。心配すんな、ビッグスター。一つ面白い話をしてやる。この体を改造したばかりの頃、別に下手に触ったわけでもねえのに記憶モジュールが壊れちまうことがよくあったんだが、医者からは原因は修理が終わってから探せばいい、大事なことはとりあえず紙にメモしとけって言われたんだ。それからどうなったと思う？何日もメモする羽目になったのさ。ついでに記憶モジュールがよく壊れる理由もわかった。
どうやら保存しなきゃなんねえものが多すぎたらしい。どうして今その話を？決まってんだろ。あんたが今信じなきゃなんねえのは自分じゃなくてここにいるこいつらだってことを教えるためだ。ここにいる奴らの記憶モジュールは壊れちゃいねえ。タフな脳みそは何もかもを忘れて猿になるためにあるわけじゃねえんだ。そうだろ？そうね。それじゃあ始めましょう。むちゃくちゃな危機はむちゃくちゃな方法で解決するべき？俺はそうは思わねえ。ドリームリーフの歌は自由であるべきだ。始めようぜ、ビッグスター。いや、今は DJ って呼ぶべきだな。行こうぜ、七死人のジョージャン。それとも別々に座るか？いい、実にいい。音楽は素晴らしい映画になくてはならないものだ。ダーリン、あんたクランクアップしたんじゃねえのか？ああ、だから今は演者ではなく監督として見学している。どんな調和の歌になるのか気になってしまってな。時々心の底からいい映画が生まれるという予感がすることがある。それは大抵ただの通行人や大衆を撮影している時に感じられるものだ。この映画に登場する演者のほとんどは当然主役とは言えない。しかしそんな彼らの何気ないワンシーンの中にも人の心を救う魂の光を見ることができる。だが全てを失った時、彼らは何を求める？賢者の導きか、強者の手助けか。どちらも違う。私が思うに彼らに必要なのはカメラだ。そしてスクリーンの前に座った人々はこの世で最も素晴らしい物語を見ることができる。そんな複雑なもんか。監督さん、俺に言わせりゃそれこそが人生だ。前奏が聞こえるな。タンサンドは鳴き声のようで、六度音程は止まらないため息。渓流をまといかける。私たちは死ななければならないのかと。しかし七度音程は慰める。生命は存続できる。やってみなければわからない。ロビンさん、俺にできることは？いいえ、もう付き添ってもらわなくても大丈夫。さっきまでは緊張していたけれど、それもすっかり収まったから。なんだ、もうパーティーの雰囲気に酔ったのか？そうじゃないわ。ただ今まで見落としていたものを見つけたの。見落としていたもの？あの壮絶な経験をした後、私の人生は変わって当然だと誰もが思っていた。でもそんなことはなかったわ。鳥と飛ぶことに関してもまだ正しい答えを導き出せていない。何か思いついたとしても長い時間をかけて吟味していろんな方法で検証する必要がある。多分今頃は兄様も同じことをしているんじゃないかしら。じゃあ今日から始めるつもりか？いいえ、そういうわけじゃないわ。ただこれから起こることを考えていたら、突然聖歌隊は常に敬虔な心を持って団結することを求められていたことに気づいたの。でもダンスホールにいる人たちはそれぞれ個性や違いがあっても、照明に照らされている間は同じように見えるでしょ。調和の本当の問題はもしかしたら
観客じゃなくて照明にあるのかもしれない。今この瞬間のように人々には清少しか選択肢がないわけじゃない。それぞれ違う声を上げていてもお互いにつながることができる。それこそが調律なの。この調和の歌なら不協和音さえも包み込むことができると信じているわ。私がドリームリーフの音を引き出してみせる。あれってロミンじゃない？うわぁ、やべぇ。クライマックスへ至るための条件が揃った。さあ華麗なるフィナーレを迎えよう。ランハ、忍びサイエンスはまだ完成しないのか？もう少し待ってくれ。銀河忍法帳にも急いで折ってもいい布はできない、強火で煮ても肉は柔らかくならないと書かれている。銀河忍法は千変万化、これがスーパー忍び巻物だ。すでに先ほどの忍法メモリーを中に注入してある。ガマ忍者さんの言葉が正しければこれが邪推たちを倒す刀となるだろう。ああ、この忍者のミームウイルスを含んだ記憶を共感覚無境に投入すれば中にいるバナーネモンキーの存在を上書きすることができるはずだ。飛竜忍者さん、バット忍者さん、どうか拙者についてきてほしい。そして共に邪推総長さんのあべこべドリームを終わらせよう。さあ演者の諸君、最後のシーンを演じる準備はできたか？皆の者、狩りの始まりだ。忍符で邪推の幻術を破ったのだ。目は覚めたか？ミスターレックは俺たちを騙していなかったようだ。お前の記憶は確かにバナーネモンキーの影響を取り除くことができる。その証拠に口から出る言葉も元に戻った。ここがバナーネの時か。至る所にバナーネモンキーの痕跡がある。ここにいるバナーネモンキーはおそらく折り紙大学とドリームリーフのバナファンが変化したものだろう。ああ、ここは間違いなく拙者とバット忍者さんが訪れた元凶。その時はまだこれほどの邪推はいなかったはずだが、邪術の影響を受けた人がどんどん増えたのだろう。これは全てお主の仕業だな、邪推総長さん。
ナバナ、残念だ。君たちの邪魔がなければここはもっと賑やかになっていただろうに。これからさらに残念なことが起きるぞ。お前の実験の失敗だ。思うに彼女の脳内にあるウイルスを使いここを破壊するというのが君たちの計画だろう。しかしここにいる猿たちを見たまえ。時代遅れの漫画が本当に無境の一番の流行を上書きできると思っているのか。それは無理だな。拙者も忍徒たちに両乱忍道を歩むことを強要するつもりはない。我らがすべきなのは失意の人々を目覚めさせ荒れ狂う邪悪な波を鎮めることだ。ああ、バナーネモンキーを忍者の物語に置き換える必要はない。自分を見失った人たちを目覚めさせるだけでミームウイルスの力は大きくそがれる。そして人々が盲目的にバナーネモンキーを追いかけなくなればこの無境を簡単に破壊することができるだろう。なるほど、あのメモキーパーは君たちに余計な知識を教えたようだ。それなら期末試験を行うしかないな。来るがいい。いつでもお主の挑戦を受け入れよう。宣戦布告した後に遁走するとは卑怯者め。奴が何をしようとしているのかはわからないが、とにかく周りのバナーネモンキーを片付けよう。俺たちにとって最大の脅威はミームウイルスだからな。飛竜忍者さんの言う通りだ。先ほど渡したスーパー忍び巻物は持っているな。邪水の道に足を踏み入れてしまった忍徒たちを空手で目覚めさせるのだ。猿の数が多すぎる。早く片付けた方が良さそうだ。拙者の忍法は邪水を外に送るだけなの。安心して忍び空手を使うといい。流行とは人々の欲望が向かう先、調和の美しい夢の中でそれは力に等しい。邪水総長さんはこの忍びサイエンスボールに乗ってここを離れた。我らも早く追いかけよう。いつまで逃げる気だ。我らに勝てる自信があるのならなぜ勝負しようとしない。バナナナ、まだ講義が始まる時間ではない。焦る必要はないぞ。浮いている密女は忍徒たちの心音か。彼らが忍道を諦めて邪水総長さんに惑わされたことだけが理由ではないのだ。ああ、キノコにの生活は見かけほど理想的なものだ。今のコアにはどれだけの実験体の願いが込められているのだろうな。1000か、それとも1万か。人も物もそれぞれの役割を果たさなければならない。この成果を使い今後の実験の妨げになるものを排除しよう。追ってくるがいい。教室は
マナーネモンキーの数がどんどん減っている。ウイルスが少しずつ弱まっているのだろう。無意味な問題で時間を浪費するのは終わりにしよう。そろそろ答案用紙を提出する時間だ。待て、奴は俺たちを誘導しているようだ。飛竜忍者さん、ためらう必要はない。相手が何か企んでいるのだとしても、それを破ればいいだけの話だ。実験の成果がかなり減ってしまった。この劣等生どもめ。邪水総長さん、もう逃げ場はないぞ。おとなしく両乱忍法の制裁を受けるがいい。ふん。AKA3、 人類耐火実験によって選出された32の文明の良質な霊長類遺伝子を有しているが、とある見習い研究モンキーの誤った育成により道を踏み外してしまった。しかしその見習い研究モンキーは悔い改めることを知らず、巡回レンジャーと秘密裏に通じ研究室に多大な損失をもたらした。そして最終的に最低最悪の失敗作だけを残したのだ。忍者の命令に従い周囲を害することしか知らない邪水が、何の資格があって拙者を批評する？それはもちろん私には夢があるからだ。この前の課題の続きといこう。バナナは栄養生殖する植物であり、一本の茎から無数のバナナの木が生まれ、広い林にまで成長する。これで一つの生計、さらには宇宙の飢餓問題を解決できるのだ。一方、利己的な植物は個性や自我を強調しながら勝手に種をまき野蛮に成長する。己の遺伝子を後世に受け継がせることは知っていても、同類への貢献は知らない。さあ答えたまえ。宇宙の尺度から見て淘汰されるべきは誰で、生き残るべきは誰なのか。もういい、黙れ。学校が始まった時は自由を追い求めろと言っていたくせに、今ではその意義を嘲笑い、バナナは失敗作だと言っていたくせに、今ではそれを褒めたたいている。それはバナナと言っても比喩だろ。それとこれとは話が違う。悪人は悪事を働くための言い訳を常に用意して自分を正義の立場に置こうとする。己の欲望のために自己矛盾を抱え、屁理屈をこねるのだ。そんな者の抗議に耳を傾ける必要などない。邪水総長さん、デタラメを言うより自制の句を考えた方がいいぞ。失敗作。君たちは全員バナナ科の失敗作だ。失敗作にとって天才の知恵は手の届かないもの。だが私ならもっと原始的な方法で君たちに理屈を教えることができる。
この美しい夢の泡が見えるか。ファミリーは数えきれないほどの調和の願いと性格の力を使ってピノコニーを築いた。そして私は猿たちの諦めを集め、この夢の泡、つまりバナーネの時を作り上げたのだ。今バナシとバナシスタントにその全ての力を委ねよう。はい、バナナナナ召喚、最後のバナイクの時間だ。この講義の名は無双。ウルトラ性格最末端バナ、まずい。バナメの気の力が消えた。ビシュはいらないと。熱湯星将軍、君たちはバナイクの規則に著しく違反しています。バナナナ、処罰を受ける準備をしなさい。いわく三度思い発覚を。錦屋、気をつけて。お褒めに預かり、せっかくですからぜひ召し上がってください。運命は選択。貝だ。気をつけて。火力が足りない。チリ族がいい。天才。遊んであげるよ。サイは投げられた。全てを失うか、はたまた手に入れるか。何を知りたい。協調よ。後手に回ってみましょう。発覚を。これこそが本当の知恵。これこそがパブリックの力。あんまだと思えば。気をつけて。償ってもらうわよ。はいや。サイは投げられた。すべてを失うか、はたまた手に入れるか。貝だ。記憶を、皆そこで深淵を迎えよ。お褒めに預かり、せっかくですからぜひ召し上がってください。定められた奇跡、最悪の誓い。ベッド、好きに使ってくれ。動かない方がいいですよ。火力が足りない。気をつけて。バナイク失敗。溶岩人魚水産キャッ。バナバナ、このバナイクは失敗か。実現できない夢は木になっているバナナだ。バナナ。
子はさっきまで講義を受けてたのに。バナナは、ジャングルはどこ。あんた、タンコ、それにランハ。おお、ルリ忍者さん、それにシルバーガイシュラさんも。ホーリーベイビー、俺よりド派手にやりやがって。まさか、これほど偉大なビジョンが落ちこぼれの薪に奪われてしまうとは。邪水総長さん、これ以上人々を貶めるのはよせ。忍道には上も下もない。忍道を求める者は忍徒となり、忍道を掌握する者は忍者となる。そして忍道を貫く者は忍教となるのだ。意味がわからないバナナ。それは同感だ。もうこいつと喋るのはやめようぜ。原始博士が育てた猿にはどうせ何を言っても無駄だ。こいつをどうするつもりだ。ああ、とりあえずたっぷりお仕置きしてから考える。塩水に浸したベルトで打ちまくって、カンパニーが俺にした最低最悪の仕打ちを受けさせてやるのもいいかもね。邪水総長さんの罪は重く、厳しい罰が必要だが、それは懺悔させるためではない。お猿忍者さんの居場所を教えてもらうためだ。お？死んだふりか。あんたのために用意した釘バナナを見ても、そのおふざけが続けられるか見ものだな。もういいカウボーイ、おもちゃ相手に芝居をする必要はない。おもちゃ？何？あんたのそのカエルの方がよっぽどおもちゃっぽいじゃねえか。はあ、君は助監督を傷つけた。その下品なセリフ回しは本当に直した方がいいぞ。ただの小道具を拷問したいというのならそれはそれで構わない。だがアスデナの辺境で目を覚ましたチンパンジーは今頃出航の準備をしていることだろう。シルバーガンシュラさん、拙者のスーパーリッスンパワーでも邪水の音は聞こえない。ガマ忍者さんの言っていることは本当のようだ。ベイビーが、こんだけ苦労したのに結局無駄骨だったってことか。仕方ない。おい、なんでそんな落ち着いてられんだ。あんた毎日あのクズどものことを口にしてたじゃねえか。死ぬほど憎んでたんだろ。もうどうでもよくなっちまったのか。夜は長い。忍教の憎しみは忍教によって封じられるべきだ。ピノコニーは平和な時代を迎えることができた。今はこの夢の地の人々に太陽の光を抱かせてあげよう。憎しみはいつか消える。だが人々の心の中にある忍道は決して消えないのだ。ランハ、お主は己の忍道を理解しておるか。もちろん。拙者の忍道は両蘭忍教になることだ。忍道とは忍者が一生をかけて貫くもの。それだけでは忍道とは言えんの。では忍者を倒すことだろうか。いつかお猿忍者さんを倒したとして、その後は。両蘭忍教になりたいのはただ憎い仇を討ちたいからか。この世にいる忍者は彼らだけではない、そういうことか。さよう。
銀河忍界には星の数ほどの悪党がのさばっておる。しかし神は今を生きる者を気にかけたりはしない。そして優れた忍びパワーを持つ忍者マスターたちも互いに争っておる。これこそが末法の世じゃ。ならば拙者の忍道は止まることなく全ての悪を払うことだ。たとえ矢が鶴にかかり永遠に戻らないとしても、一心不乱に邪道を破り正道を示せ。末法の世が終わるまで。なんかすごいことになってたんだね。うん、今度冒険するときは絶対うちも連れてってよね。お前が勝手にどこかに行ったんだろう。まあ別にいいけど、こっちだってあんたたちの見てないとこで活躍してたし、今回スムーズに問題を解決できたのだってうちのおかげなんだから。それは褒めすぎだよ、バッド忍者さん。セミナーが終わって本物の学長代理や教員たちも戻ってきたようだ。大学側は今回の件を公にしていない。もしかしたらミスターレックが当事者たちの記憶の一部を抜き取ったのかもしれないな。怖っ。うちらの記憶は取られてないよね。もう記憶喪失になるのは嫌なんだけど。でもあの人のおかげで彩りの夢学園祭を再開できるんだもんね。うん、今度は思い切り楽しもう。ああ、そういえばロビンさんが広場で開会式の司会をするそうだ。見に行ってみるか。あれってモントナたち戻ってきたんだ。見て、姫子と幼児、姫子、幼児ちゃん来たんだね。ああ、学園祭が突然延期されたと聞いてな。少し早めにセミナーを切り上げて君たちに合流しようと思ったんだ。どう、学生生活は楽しかった？なるほど、君は学校があまり好きではないのか。それでもいい。人生とは学びの旅で、銀河そのものが巨大な学校だからな。見て、ロビンさんが来たわ。皆さん、こんにちは。今回の彩りの夢学園祭の司会を務めることができてとても嬉しいわ。あ、本物のロビンさんだ。今回の開会式、前より気合入ってる。あれ、そういえば前回って誰が来たんだっけ。え、覚えてないや。実は私も前に折り紙大学に通っていたことがあるの。だから皆さんの同窓ということになるわね。その頃の折り紙大学も今と同じであまり自由とは言えなかった。憂鬱な気分になる試験にたくさんの課題、厳しい論文の答弁もあったわ。でも
仕方ないわよね。だってここには未来を育む責任があるんだもの。そんな中でも毎年彩りの夢学園祭の時期だけはみんな悩みを忘れることができた。でも学園祭には終わりがある。どんな人でもいつかは夢から覚めるのと同じように。でも覚めない、覚めてはいけない夢もある。それは私たちの将来の夢。美しいものを作りたいと願う学生もいれば、豊かな生活を送りたいと思っている学生もいる。そして自分を高尚な人間へと成長させたいと考えている学生もいる。どの夢も本当に素晴らしいわ。夢は私たちを導く道しるべなの。生きていれば当然疲れてしまうこともある。そんな時は疲れが取れるまでゆっくり休めばいい。十分に休息をとってまた飛び立ちたいと思えたら、いつでも輝く夢が進むべき方向を示してくれるから。皆さんが折り紙大学で自分の夢を見つけ、それを生涯貫けることを願っているわ。美しい夢を持っていれば鮮やかな色を作り出せる。理想を持っていれば自由を抱くことができる。皆さん、彩りの夢学園祭へようこそ。鮮やかな夢、自由な理想。鮮やかな夢、自由な理想。ここは邪悪な帝国と似てはいるが、何の手がかりも得られなかったな。ん？ガマ忍者さん？次の映画ではぜひ違う名前で呼んでくれ、名優君。他の演者たちは？任侠にはそれぞれ獲物がいる。シルバーガンシュラさんは今回義理人情で拙者に手を貸してくれただけだ。今頃は自分の狩りを始めていることだろう。ところで何か用か？君のおかげで素晴らしい映画が撮れたからな。ギャラを支払いに来たのだ。報酬は不要だ。拙者の行いは己の忍道を貫くためであって、金銭に執着しているからではない。まあそう言うな。君なら絶対絶対に興味を持つと思うぞ。なぜなら私の言うギャラとは原始博士の行方に関するものだからな。人が集まるところにはいつも暗流がある。